任務のことを考えているの？それは後でみんなで話し合いましょう。今はあなたにお願いしたい簡単なお仕事があるの。はい、今回の任務報告書はあなたに任せたわ。ここにサインして。そうね、自分にコードネームをつけるといいわ。この名前でいいの？まあ、あなたがそれでいいって言うのならいいけど、主教様に文句を言われたらあなたの責任ね。あれは一体何なんでしょうね。衛星映像にはあんなもの映っていなかったのに。わからないことには変わりないわね。でも確かに間違ってはいないわ。さすがセイフレイヤの優等生ね。私は第四小隊の隊長のように厳しくないし、想像力のある答えを言ってくれたって怒りはしないわよ。あの空中に浮いているものはベルトさんの失踪と関係しているって、私の勘がそう言っているわ。さ、外にずっといないで戻って話しましょう。入手した情報をまとめるわ。4月13日、つまり14日前、ベルト・ヨーさんがセント・フォンテーヌ政府の招待を受け、職場の ET スタジオを離れた。話によると、これは出張ということになっているらしいわ。ベルトさんは15日にカイロ空港に到着し、その後、リニアモーターカーに乗ってセント・フォンテーヌに向かった。天命の衛星は、彼らしき男性がセント・フォンテーヌのサード駅に降りた姿を捕捉したけど、その後彼は行方不明に。関連情報も彼の行方を捉えたカメラもないわ。
私たち第三小隊の任務はベルト・ヨウを探し出し、彼を無事に天命本部に送り届けること。以上、何か質問は？さあ。最初この任務を聞いた時まだ楽観視していたわ。ベルトさんは今までもよく行方不明になっていたけれど、いつも無事に帰ってきてたから。じっとしていられない人でね。崩壊と戦っていた時も疲れは律者だけど、頼もしい戦友であり仲間だわ。この都市に着いてからこの件はそんな簡単なものじゃないって気づいた。空にあるデカブツの他にもこの都市には異常なところがたくさんある。あなたは何か気がついた？鋭い観察力ね。私もそれが気になったわ。天命は事前に衛星でセントフォンテーヌの土地をスキャンしていたけれど、めぼしい結果は何一つ得られなかった。映像を見ただけではここはごく普通の都市だったのよ。けど実際にここに来ると人がおらず、生命を感じない。ここは嘘の数字で塗り固められた都市だった。入ることはできるけど、出ることはできない。遮られたネットワーク。形のない、見えないバリア。それらがこの都市を覆い隠している。それがもしこんな世界を欺くようなこと、一体誰が？けど本当にそうだとしたら、おかしな点が一つあるわ。ええ、ベルトさんは律者の力の大半を失ったけれど、敵と戦うことに関しては経験豊富だわ。
たとえ戦えなくても彼の頭脳ならある程度の脅威を退けられるはずよ。一体何があのベルトさんを音信不通にさせたのか。とにかくこの都市の状況と私たちの想定があまりにもかけ離れているわ。手がかりが足りない以上このまま考えていても時間の無駄ね。ねえ、とりあえずここを行動拠点としましょうか。まずは情報収集よ。手分けして行動し、随時進捗を共有しましょう。夕方になったらまたここに集合ね。少しもったいないけど、今は崩壊エネルギー通信機で連絡を取るしかないわね。戦場に到着。了解。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。了解。分かった。了解。分かった。了解。隊長。分かった。了解。素材習得。大丈夫？あなたの崩壊エネルギーに異常な消耗があったわ。待って、敵に遭遇したの？崩壊獣？見たことのない生き物。でも敵意があるのよね。こっちは道が陥落したせいで少し時間がかかりそう。しばらく支援はできないわ。こういう時キャロルがいてくれたら助かるのに。怪我はない？そうね、あなたの腕なら問題ないか。でも十分気をつけてね。
わかった。了解。わかった。これだけか。了解。わかった。素材習得。了解。わかった。了解。わかった。了解。隊長、出撃させてください。素材習得。わかった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。一気に潰そう。こちらの勝ちだ。こっちも敵と戦ったわ。あなたの言った通り、あれは崩壊獣じゃない。なんて言えばいいか、どちらかというと あのゆっくりとした感じは気候と似ているわね。でもやっぱり変だと思うの。あの見た目、自然や科学の産物というよりも、幼い子供が夢の中で想像したような、いろんなものを寄せ集めた怪獣。
そんな感じがする。これらのデータを本部に送ろうと思うわ。きっと司教様と博士が興味を持つはずだから。そうだ、今どこにいるの？なるほど、地図の真偽を確認するのね。調査が一段落ついたら戻ってきなさい。じゃあまた夕方に。了解。わかった。この道は前にもある。了解。これだけか。
承知した。素材習得。わかった。了解。わかった。了解。わかった。お帰りなさい。うん、今日入手できた情報はまずまずよ。聞いて驚かないでね。レーザーであのバリアの形を確かめてみたわ。結果、私たちが予想していた円柱ではなく球体だった。情報と都市変炎の定部、レーザーを当てたら明らかな変異が。あくまで予想だけど、このバリアの中心はおそらく。ええ、そうよ。セントフォンテーヌに起きた不思議現象は全てあの天空島と直接的に関係しているようね。それと、見たことのない怪物、集めたデータを本部に送ったわ。アインシュタイン博士が分析してくれる手はずになってる。終わり次第その結果をこちらに送ってくれるわ。それでそっちは何か収穫あったかしら。そう、話して。なるほどね。地図が正しいのなら面倒が省けるわ。あの赤い結晶は確かに妙ね。データを本部に送って研究してもらうようにする。今日は情報をたくさん入手できたけど、最も重要な情報、ベルトさんの行方については未だ手がかりなしね。今ある情報をもとに対策を決めるわ。一緒に考えてくれる？本部からの返事が届いたわ。主教様が直々に連絡を取りたいそうよ。指示によると、私たちはこれから崩壊エネルギー探知装置を全て持って高地を目指すことになるわ。その後それら一つ一つを列状に組み立てるの。場所はもう選んである。あなたが調べたサード駅からそう遠くはないところよ。歩きながら話しましょう。
戦場に到着。アインシュタイン博士に案があってね、主教様と話し合ってみたんだけど、試す価値があると思うの。博士曰く、崩壊エネルギー探知をすればベルトさんの位置を探し出すことが、今の技術であれば探知機を列状に組み立てることで探知できる最大範囲は半径80キロ、つまりこの都市のおよそ12分の1。ええ、キャロルが到着したら彼女の装備も列に組み入れてもらうわ。そうしたらセントフォンテーヌ全体が探知可能範囲に。でも要点はそこじゃないの。ええ、主教様も同じことを言っていたわ。大崩壊の後 99% の崩壊エネルギーは月に封印されたとはいえ、希薄ではあるけれど、まだエネルギーが大地に散らばっているもの。脅威になるほどのものではないけど、その量はもしそのまま探知機を起動させたら、私たちが得られるのはセントフォンテーヌの崩壊エネルギー散布図だけよ。だからね、そう、私たちが探すのは純粋な崩壊エネルギーじゃない、リツシャエネルギーよ。こちらから行きましょう。わかった。隊長、目標を発見しました。わかった。この川に沿って下流へ進むと、かの有名なフォース湾に。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。わかった。了解。わかった。隊長、目標を発見しました。了解。Hit!
より簡単じゃなさそうだ。これだけか。任務の資料は全て頭に入っている。あと数ヶ月後にはクジラの奮起が見られるかもしれないわ。今回の任務が終わってまた機会があったらここでバカンスでもしたい。了解。わかった。了解。わかった。了解。
週も元気出していかないとですね。孤児院の外の世界すごく綺麗だな。珍しく同意するわ。ありがとう。この時を守りなさい。もう離れてしまうことがないように。ゼーレ、分かってるよ。夜が深まるとまたゼーレは一人ぼっち。どこにいてもプローニャお姉ちゃんは見つけてくれる。あのおもちゃ箱にしか隠れないからでしょ。でもあそこは安全だよ。ずっと隠れていてはダメよゼーレ。戦いなさい。戦うか。このみんなは優しいですね。館長、ボルシチはいかがですか？ゼーレのお手製はすごく美味しいんですよ。みんなと一緒に過ごしてゼーレも勇敢になったよ。そう、なら試してみる。わっほー。あら、勇敢とは言えそうにないわね。できるようになったよ。本当に？本当に大丈夫？うん、ゼーレ頑張るよ。成長はいいことよ。嬉しいわゼーレ。ありがとう。Thank you.
務完了。そろそろ休んでくださいね。かくれんぼをしてるんです。一緒に遊びませんか？あの世界には何もない。自分の声すら聞こえない。夜は長いから少し退屈だね。それなら一緒に遊ぶのはどう？え？例えば、うわぁ！いい反応ね。もっとここのお話を聞かせてください。お姉ちゃんは雰囲気が大人っぽくなりました。どこにいてもブローニャお姉ちゃんは見つけてくれる。あのおもちゃ箱にしか隠れないからでしょ。でもあそこは安全だよ。ずっと隠れていてはダメよゼーレ。戦いなさい。戦うか。